昨日今日とシリーズの序盤は風の影響は少ない水面状態です。予選2日目の G1 徳山クラウン争奪戦、開設67周年記念競争スタートライン上、この時間帯では再び風は収まりつつあります。予選競争の第10レースを迎えました。6番の桑原が少し定段から離れて、バックテレッチが5艇、まだ固まっています。スタートまでは1分を切りました。1コースが1番の池田浩二、切り始め一本持ちという状況でのここは陰線となります。1番の池田が1コース、続いて2コースが2番の丸岡正則。今日の前半戦では3コースからまくり出しての1着で初日の大敗から挽回してきました。一方3番の中田健太は今日の前半戦6コースで大敗でした。4コースの角1には前半戦は逃げての勝利、地元集団の原田敦史。そして5コースには5番の枝尾勝。初日の後半陰線は逆転許しての2着でした。6コースが6番の桑原優。初日はスタート0台連発、初戦は0-1のスタートがありました。スタートまで10秒を切ります。第10レース進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コースから1番の池田、ここはトップスタートを決めています。2コースから4コースまでへこんだ体型ですが、遅れた位置から3番の中田、マークリンも届きません。内をつくのが2番の丸岡、真ん中割ってきた5番枝尾と続きます。スタートは前提正常でした。逃げて1番の池田先頭、そして2番テラス、ここで2番の丸岡一定進リード、その後ろは内から4番の原田、外から5番の枝尾で、さあ並びかけるのは4番の原田、2マークの旋回、4番原田ですが流れてきました。5番の枝尾がちょっと前が壁になって交代、代わって刺して2番の丸岡、3番中田が続いての2、3番手、上位3艇は1番、2番、3番です。後ろの方も詰めまして、現在は4番の原田が止まった状況になっています。2周目1マーク、2番手内から合わせに行った3番中田でしたが、2番の丸岡振り切っています。上位3艇は1番、2番、3番と変わりません。先頭が1番の池田浩二、2番手に2番の丸岡、3番手は3番中田で2周2マークの旋回、現在4番の原田は演奏状態になっています。確定が2周2マークからホームストレッチへと移ります。レースはこれから最終周回、上位3艇がここで大きく抜け出しました。後ろ4番手に6番の桑原、最後方に5番の枝尾がついそうです。なお4番の原田はエンストの失格です。4番の原田エンストのため失格となりました。上位3艇は1番の池田先頭、2番手2番の丸岡、3番手は3番中田、この3人変わりません。これから最終ターマークの旋回です。2連単は1番2番の組み合わせが 2.7 倍の図、3連単は1番2番3番の組み合わせ 10.3 倍です。先頭1番池田合輪、2番丸岡合輪、3番中田合輪、6番桑原合輪。予選2日目の競争、後半戦は陰の強さ盛り返してきています。水面上は11レースの予選競争を迎えました。スタートライン上では現在も風はほぼ収まった状態の水面コンディションです。ターマーク付近まだ内枠勢少し距離があります。コースは枠なりの体勢です。序盤はスタートしっかりと踏み込んでいます。1番の井口義則、ここまで2連単で来て、ここは絶好枠の一戦です。1コース1番の井口、人気の中心、ゆっくりとホームストレッチ側に移ります。2コース2番の下條雄太郎、初日は0台も今日の前半戦ではスタートもう一つでした。そして3コースへ3番の今垣幸太郎、ここまで序盤は競り合いの展開、大敗に終わっています。3番今垣、4コース角1は4番の原田秀也、こちらも前半陰線は大敗に終わりまして、さあセンター勢が大敗から巻き返せるかというところ。5コース5番の大上拓人は前半戦コンマ04のスタートから逃げて勝ちました。
6コースが6番の松崎優太郎。ここは大外枠踏ん張りどころの一戦。スタートまで10秒を切ります。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢がいいスタートになりましたが、スロー勢もやや伸び返していきます。一周一マーク逃げる1番の井内、2コース2番の下城のまくり、流れてしまった3番今垣も流れて、真ん中鋭く割ってきた5番の大上。さあ先頭を追いますが、1番の井口はまだ一定身リード。直線だいぶ5番の大上伸びていますが、へ先はかかりませんでした。スタートは前提正常でした。その後ろ内から6番の松崎やってきた2幕、1番の井口は振り切って先頭大きく抜け出します。2番手かばした5番の大上、一方3番ダラスイは外から2番の下城、内から4番の原田と上がってきまして、切り返し再生は6番の松崎、最後方は離れて3番今垣が追走です。さあここは3手の3番タラスイは1幕内からやってきた6番の松崎、これを外を回って2番の下城をかばしにかかります。内から4番の原田の差しは届いていません。3番手は2番の下城が一定身リードを取りまして、上位3手は1番5番2番です。外につける6番の松崎、内から狙って4番の原田、2周2幕の旋回、3番手2番の下城がここでも振り切っています。これから最終周回で3番手2番下城のリードは2手身、外から追います6番の松崎、その後ろに内をついて4番原田という体勢です。3番手まだ2番の下城がリードを取りまして、1幕2番の下城を追って、ここも外から行く6番の松崎ですが届いていません。ここで2番の下城のリード、2手身半とやや広がっています。2連単は1番5番の組み合わせが 3.9 倍のオッズ、3連単の1番5番2番の組み合わせれば 9.5 倍のオッズ、最終ターマークの旋回です。最後は2番の下城、ここも3番で守りきりました。先頭は1番井口合輪、5番大上合輪、2番下城合輪、6番松崎合輪、4番原田合輪、3番今垣合輪。G1 徳山クラウン争奪戦開設67周年記念競争。昨日とはレース展開ガラッと変わりまして、たびたび荒れ気味となりましたが、すでに半分以上のレースでイン逃げは決まっています。予選2日目最終の12レースを迎えましたスナッチドリームです。風はこの時間帯もほぼ影響はなくという水面状態です。6番の茅原は早くも6コースへと向かう体勢で、スタートまでは1分を切りました。絶好枠は1番のブス島誠、63周年の発車、初日はゼロ台スタート連発しました1番のブス島が1コースです。期末は G1 連続輸出でした2コースが2番の松井茂、そして3コースには地元産用の名の白井英二、原点からのスタート、非常に厳しいスタートになりましたが、初日後半では気迫を見せた逆転勝利でした。4コース角1には4番の田村貴信、前回の66周年では予選未勝利も準優審査を果たしました田村。5コース5番の坪井康春、徳山執念ウィーナー、そして6コース6番の貝原由紀、こちらも初日陰線はしっかりと逃げています。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5、6コース相当2人が鋭いスタートを決めていますが、内側の確定も伸び返していきます。1番のブス島が逃げる、2コース2番の松井マクリンク、3番白井も流れ気味、内をついてきたのは4番の田村、6番の貝原、そして2番テラスに持ち込んできます。スタートは前提正常でした。逃げて1番のブス島先頭、リードは3点進、並んだ2番手は内側につけるのは6番の貝原、わずかに4番の田村をかわしていきます。この内をついては2番の松井やってきた2幕、外を回った6番の貝原、ここは
はかわしています。2番手6番の貝原、一方3番手争いは2番の松井と外は4番の田村、この争いに内から5番の坪井が差を詰めてきています。3番白井は離れて最後方になりました。3番手ここで3人が並んで1マーク、内からここは5番の坪井が先導を取る、差しに構えて2番の松井、外を回ったのは4番の田村、バックストレッチでは内から2番の松井の差し、ここは5番の坪井の内届いてきました。3艇固まる状況になりました。インコース2番の松井、真ん中に5番の坪井、外は4番の田村、さあ2周に巻く、競り合っている内側の2人、2番の松井が先に回る、ここに4番の田村が差してきた、一気に4番の田村が差を詰めてきました。この争いから5番の坪井はやや後退です。1番の武蔵島先頭、2番手6番の貝原、そしてこの3番手争いですが4番の田村とアウトコースに2番の松井、内側ついて5番の坪井、最後の1マークでは4番田村が振り切る、2番の松井は差し届きません。ここで3番手は4番の田村で2艇身3艇身とリードを広げます。2連単の16では 13.8 倍の図、3連単164の組み合わせれば 45.2 倍です。1番の武蔵島独走、2番手6番の貝原、最後は抜け出した3番手は4番の田村、先頭は1番武蔵島五輪、6番貝原五輪、4番田村五輪、2番松井五輪、5番坪井五輪、3番白井五輪。